おはようございます。3月31日第280回ほぼ中愛菌ラジオになります。昨日は、まずはサラサーキンのね、ちょっと、全部トヨタさんの、同じ腹のやつの、比較と記録っていう感じで、スワカのやつから、サラサの白っぽいやつまで、白っぽいの白がちなサラサって感じですかね。いろいろちょっと載せてみました。多分うちに3、40いたやつから選別して残ったのが4匹で、プラス後から来たのが1、2、3匹って感じで7匹ですね。で、全部同じ腹です。で、尾が結構しっかりしてるのが多かったっていうことだったのでね、結構尾張りが良くて、見栄えがいい魚が結構残ったのかなと思っています。スワカはね、かなり形いいと思うんですけど、ちょっと、スワカなのはちょっと残念だなっていうふうには思うんですけどね。あの辺は使い勝手がどうなのかちょっと含めて聞きながら、ちょっと今後やっていきたいと思います。またちょっと後日ね、りょうさんの魚に成長具合を乗せたいと思うんで、今はね、またちょっと違う日にって感じですけど、やりたいです。あとは、夜、稚魚のね、水槽を乗せたんですけど、稚魚は一気にでかくなって、2週間前なんかスカスカだったのに、もう今結構パンパンになってきちゃったんですよね。少数で食い込ませてと思ったんですけど、一応選別は結構して、本当にいいなと思うのは多分5匹ぐらいしかいないんですけど、5匹6匹、体型までいいのは含めると ほとんどいない感じですね。体型いいなと思うとやっぱり色があれだし、色がいいなと思うと体型があれだしって感じですね。なかなか難しいなとは思うんですけど、赤目を取るね、魚として考えれば、早ければ秋に子供産ましてね、赤目を早く取りたいなっていうのが正直なところで、一番はね、赤目を出すのが、なんですかね、あれなんですけどね。で、ちょっと面白い血同士が入ってるんで、表現がね、すごそうなのが、赤目でバリバリのやつが出てくるんじゃないかなって思う、交配をしたいなと思ってるんですよね。せめてその銀鱗バリバリであればね、墨とかアサギが残る残らないは別として面白いのかなっていうふうに思っています。基本的にはね、墨は消えてしまうものだと思っていますんで、うっすら残ったのが徐々に消えていくっていうね、パターンだと思います。なかなか本当大人になってしっかり墨が残ってる魚っていうのは残ってないので、僕の友人のところにいたのがね、頭が黒くなった、あれは本当にその墨が出てきたのか、それとも何かしらの外的要因なのかちょっとわからないんですけど、あれはすごい残ってますよね。豊田会長の家もちょっと墨が残ってるのがいるんですけど、バリバリ残ってるっていうのはね、何年か前にいたなって話でしたね。その辺をちょっと作ろうとしてくれてるのか、赤目のブリストルをね、今年は取ってくれるってことなんで、とても期待できる感じですよね。特にあの赤目のブリストルはね、すごい綺麗な魚なんで、あれに似たような魚がね、たくさん取れるだけでも楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。なんで本当は皆さんね、かけまくってるみたいで、いろんなところでね、生まれたとかね、すごい出てきてるんで、でうちの会としてはその結構、出せる情報は出していって、ね、こういう風にやってるよっていうのを見てもらいたいなっていうのは 僕の考えが強いんでね、他の人はちょっとまたわからないんですけど、出してもらえる情報はね、どんどん出してもらって、YouTube の方でも載せるし、YouTube だけじゃなくてね、僕の、僕は、ね、松林会の方の Twitter の方もね、できるだけ毎日更新したいなと思ってるんですけど、さすがに、ね、ネタが切れてきたんで、ちょっと困ってるところを助け舟をみんな出してくれてる感じなんですけど、毎日ネタ、ね、投稿するのは正直やっぱり大変ですよね。朝このね、ラジオ話すのもなんか慣れましたけど、よく、ね、ネタを自分でどうにか探そうとするなと思いますもんね。なんで本当日々いろいろ気にしてないとできないのかなっていうのは、毎日投稿っていうのは
まあ、自分でやってみて思いますけど本当大変だなと思います。まあ、つまらない動画を上げる日もあるんですけども本当にネタがなくてね、そういうのやらざるを得ないっていうか、まあ、やんなきゃいいんですけど、なんかやんないのもねもったいないかっていうか、なんかやった方が、まあ、自分もなんかとりあえず考えることができるっていうのはねプラスになるんじゃないかなっていうふうには思っています。結局そこをやらないで今日ないからやんないっていうのが続いちゃうとやんないになっちゃうんですけど、やんないけど、まあ、ネタないけど無理してでも何か動画作ろうと思うと何かしらアイデアをねひねり出すっていう、まあ、頭を使ってる状況が使え、あの作られてるので、まあ何もしないよりはね、だから毎日投稿してるっていうのはね、まあ、どんな人であれすごいと思います。あの同じ魚でもね毎日文章をつけて、ね、今日はこんな感じこんな感じってつけるのはねすごいことだと思うんで、まあそういうのをねあのプラスに生かしていければね、まあ、とってもいいね、あれになるんじゃないかなと思います。なんで僕はね、日々コツコツ努力というのを、まあそれしかないんでね、才能がないんで僕はあのそういうふうにコツコツやるしかないっていうところですよね。ただ飽きると何もやらなくなっちゃうんで、だからまあまだやる気があるうちが花ということで、やる気があるうちはね、だから更新が止まったなと思ったらこの人やる気なくなってるなと思っていただければ、はい、まあ一応日課にしてるっていうのはね、僕がそのやる気がなくなったり面倒くさくなったりするのを防ぐための、手段なんでね、自分で自分のなんていうんですかね、その癖だったりそういうのをちょっと読み取りながら、うん、やっていけば、まあ多少は対処できるのかなと思ってます。なんでその多少対処したことによって、まあ毎日続いてるのかな。ラジオもねなんだかんだもうちょっと、まあ、あとまだ2ヶ月半ぐらいやんないといけないのかな。途中は結構抜けたりしてるのもあったんで1年間毎日投稿っていうのは全然あれなんですけど、ね、ただあよく考えたらあれですね、5月ぐらいになると1年半毎日投稿が続く感じですね。いや長いですね1年半結構、まあでも500何十回連チャンってことですもんね。一応正月も休まず土日も休まず、まあ、体調崩すっていうのがほぼほぼないので続けられてますけど、まあ多分体調崩してもなんとかとりあえずわけのわからない動画を上げるんじゃないかなと思います。なんでまあ毎日投稿ね、まあ、これが2年3年4年、まあ、5年ぐらい続いてれば多分そのままずっといくのかなと思うんですけどね、まあ、まず2年を目指してね、まあ、毎日頑張っていこうと思っています。まあ5年ぐらいやった頃にはね、あの自分も魚いろいろ作れるようになってもうちょっと面白くなってると思うんですよね。まあ、そうするともっと面白い動画が、自分家でも撮れるのかなっていうふうに思います。今ね僕は飼ってる動画なんでね、ただこれをちゃんと増やして、まあ一応増やしてはいるんですけど本格的ではないですよね。まああの遊びみたいなものなの で、その遊びみたいなものだから、まあ赤目なんでね撮りやすいっていうところかもしれないですね。ギンギンバリバリの船尾の赤目が撮りたいからっていうところでやってるんで、その親をたくさん撮る必要が、子供をたくさん撮る必要はないなっていうふうには自分自身も思ってるんで、とりあえずね全部がその印象を持ってる魚たちなんでね、そう考えると結構気が楽ですよね。だ来年以降またサラサワキンをやったりし始めてしまうと、沼にはまってしまいそうなんで、まあ頑張らないといけないんですけどちょっとうまくねどうにかできるようにやっていきたいなと思っています。今日はなんか昨日のなんかあの朝が終わって昼ぐらいからずっと花粉がねだいぶ楽で、まあ、今日も朝ちょっとくしゃみは出たりしたんですけど鼻水も全然出ないし、なんか薬が効いてるのか、それとも花粉がたまたま飛翔量が少ないだけなのかわからないんですけど、まあちょっと楽になりました。なんでね、本当あとは週末に向けて、なんだ横浜のイベントがあるんでね、そこと、まあ土日がそれで、あと来週末だ、8日9日があの大江戸大会っていうね、錦鯉の大会があるんで、そこにね出品しますので、一応9日はあの東京駅でやってる大会に遊びに行くと思います。8日の審査の日はね行かないかもしれないですけど、であとなんだっけな、今度の日曜日僕はあの爬虫類のイベントでいないから行けないんですけど、
池袋錦鯉さん、今回あの若鯉大会っていうのでね、総合優勝した、伊佐料理場さんの魚を扱いつつ、しかもその伊佐さんの魚を取り継いだのがその池袋錦鯉さんですよね。だからお客さんをあの持ってるお店に紹介したというか、取り継いでるお店、まあ、結構頑張ってて、いい魚とかね引っ張ってきてくれたりする池袋錦鯉さんの販売会があって、そこで伊佐料理場のね、ここ最近結構トップ取ることが増えてきている、あの昭和三色ですね、のすごい有名な鯉のね、作ってるところなんですけど、そこの魚のね販売会がありますんで、で買ってね預けて、どうも伊佐って書いてあったんで、伊佐の池で預かってくれるんですかね。だからそうやって考えると値段的にも結構リーズナブルなんで、まあ1点目だけだとは思うんですけど、遊びでやるにはちょっといいんじゃないかなって。値段もバッチリの広告に載っちゃってるんで、インスタの方で見るとね分かっちゃうんですけど、僕も狙ってるのがいるんで、ちょっとねそこが変えたらまあいいな。伊佐昭和ったらね、今本当ね一番じゃないかっていうぐらいすごいいい魚ばかり作ってますんで、本当海外もね伊佐ってすごいインスタで載せてますんで、本当ね注目されている、昭和三色です。なので、まあ、一見の価値はあるなと。まあお店がそんなに広いところじゃないんでね、買わないけど見に行くっていうのはなかなかしづらいとは思うんですけど、まあちょっと買いたいなとか思ってる人とかいたら行ってみると面白いんじゃないかなと思います。なんで、錦鯉の方もね僕はのんびりですけどちょいちょいやらせていただいて、まあ、魚がやっぱり好きなんですね。まあ、本当はねまた淡水エイとかねアロワナとかも買いたいんですけど、まあ、今の現状ちょっと難しいですよね。でかい水槽を家に置けないので、まあ、いずれそういうのが置けるようになったりすればねまたちょっと考えようかなと思うんですけど、まあ魚が好きっていうのはね面白いなっていうふうに思って、いろんな魚ね興味を持ってやるといろんな魚をね知ることができて、まあ、かついろんな魚の、ね、やり方っていうのをね覚えれば ある程度これはこういうタイプだなと応用が効いたりすると思うんですよね。だから僕は水替えが頻繁な生き物が好きなのかなっていうのは好きか、まあ多分それが楽なんでしょうね。水槽を作ったりするっていうのも大変なんで、という感じだと思います。まあいろいろ知識はあってねそうはないと思います。僕もそんな感じでやってきていますんで、皆さんもまあ金魚だけじゃなくて、まあ、メダカやってる人もいると思うし熱帯魚やってる人もいると思うしいろいろだと思います。まあ好きなものをね好きなようにやるのが一番いいと思います。これはダメあれはダメっていうと苦しくなっちゃうんだよね。でもやっぱりそういうのを追い求めるのも大事だと思うんで、だそういうのをね追い求めたい人はそういう方に行った方がいいと思うし、まあそういうんじゃない人はね自分の好きなようにやったらいいんじゃないかなと思っています。ただ人のものをね悪く言うね、あそこの魚は良くないとか、まあああやって褒めてたけどあれ良くないっすよねっていう人とかってよくザラにいるんですけど、まあ僕もたまに言ってしまうような気がしなくもないんですけど、なんかあんまりそういうの言っちゃうとね飼ってる人だったりその売ってる人にねすごい泥を塗ってしまうというかね、嫌な気持ちにさせる、ね、発言の一つだと思いますんで、まあ良くないなと思ったら黙ってればいいんじゃないかなっていうのはいつも僕は思っています。そうすればね丸く収まって揉め事が少ないんじゃないかな、ね、本当僕もちょっと聞いた話なんであれなんですけど、とある人がとあるところに行ってねお宅の魚は良くないみたいな話をしちゃったっていうね衝撃の話を聞いてね、いやーそういう人だったんだと思ってちょっとがっかりした話があったんですけどね、それは別にわざわざ言わなくていいじゃんふうに僕は思ってしまうんですけどね、まあそうじゃないっていう人も世の中にはいるんだなっていうのが勉強になりました。まあ、なるべく僕はそういう人には、ね、近づかないようにしたいと思っています。なんでまあ皆さんもね自分の魚を好きなように好きに飼ってやっていければいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今日もありがとうございました。